アルハフェリア宮殿図面、アルハフェリア宮殿は、今日のスペイン王国アラゴン州サラゴサにある11世紀後半に、建てられた、要塞化された中世イスラム宮殿である。土台になる部分は9世紀の終わり、最も古い建築部分はトルバドゥールタワーで10世紀後半の建築である。イスラム時代には、ケーザー・アルサーとも呼ばれた。キンダーサの EN、バヌ・ツジビが打破された後の EN、 アブ・ジョファー・エール・マクティデイル・キノワヌ・ハド・チの居城であった。レコンキスタ後は教会に改築されたが、14世紀から15世紀にかけてアラゴン王、カトリック領王の居城になった。現在アラゴン州の自治コミュニティのアラゴン州議会が入っている。大破機におけるただ一つの巨大なスペインイスラーム建築の保存例として、他に存在しない重要な価値を持っている。そのため、 ムラービト町到来以前の大ァ期中期における、大ァ美術の原存例として、あとウマイヤ町のメスキータ、そしてアルハンブラ宮殿を含め、三大ヒスパのムスリム建築に含まれる。1986年世界遺産、アラゴンのムデハル様式の建築物の2001年登録拡張で、その一部として登録された。ありがとうございます。